はい、どうも、かっぱ園長です。それぞれ、昨日お伝えしたね、この山本太郎さんがね、この絡んできた、てかもう最初から山本太郎さんありきで、この大騒ぎされていた、この渋谷の公園の話あったじゃないですか。あれ結局ね、うん、この路上生活者らが、ね、この出入りすることができるようになっちゃったんですよね。うん、あいつらのせいで。何やってくれてるんですかね。で、それに対して、このひろゆきさん、最近ひろゆきさん、なんか昔とちょっとやっぱり、なんだろう、この芸風って言ったらちょっと失礼なのかな。なんかまともなことばっかり言ってますよね。まあひろゆきさんが当たり前のことが理解できない人が多いのが不思議だって言ってるんですよね。で、まあひろゆきさんが言う当たり前のことが何なのかっていうのをちょっと後で見ていくんですけども、まずこの公園ありますよね。なんでこれだってこの再開発に含まれてたわけでしょ、ね、でしかもなんかこのね、どいてもらった後で、ね、生活する場所もね用意されていたのにね、突然、しかも突然ですらなかったし、うん、いや、どけよと、当たり前じゃないですか、ね、うん、公園でしょ、ね、なんか、勝手になんかテント立てて、ね、うん、暮らしていい場所じゃないわけじゃないですか、うん。っていうことが、わかんねえやつらが多いな、おかしいなって、ひろゆきさんも言ってたんですよね。うん、で、まあ、利用禁止の渋谷のね、この公園で生活者らの出入りが可能にされちゃったんですよね。何やってんすかね。うん。いや、もう女、わけのわからん、居座ってるやつもとっ捕まえてぶち込んどけよ、じゃあ。うん。渋谷に近い東京都渋谷区、うん、渋谷区立、美竹公園だっけ。あ、間違えた。違いますね。これ、御岳通りから来てるからと思ったけど、これ、吉竹公園ですね。正しくはね。吉竹公園か。が、25日、突然利用禁止とされて、突然じゃないんですけど、これ、朝日の記事なんでね。太郎サイダー側の目線で当然書かれてますんで、公園で生活していた人が一時締め出されるなどしたと。そもそも公園でなんで生活してんだよな。現場では26日話し合いがあり、あれ話し合いなの、区は生活していた人たちなどについては出入りができるとした。ただ出入り可能な時期の期限については明示していない、区は引き続き検討するとしている。なんか普通に強制終了させちゃえばいいじゃん、こんなやつら。うん。で、周辺では現在複合施設の整備計画が進んでいて、その敷地の一部に、この公園が含まれてるんですよね。で、区は25日早朝から整備に伴う工事の準備をする必要があるとして公園の利用や禁止をする措置を取った。目撃者によると多数の区職員や警備員らが現場を訪れて公園の周りに仮囲いを設置したり公園のトイレを封鎖したりしていたっていうんですよね。うん。まあこれ経緯ざっくりですけどもまとめると、これ昨日もね言ったんであれなんですけど、公園は再開発に伴う閉鎖が以前から決定していて、で25日に予定通り執行されたんですが、まあ行政はホームレスの支援事業も行っていて、当日も公園内のホームレス3人をシェルターに誘導してたのにね、うん、でこの閉鎖後に、ね、警備を振り切ってホームレスが乱入して、なぜか山本太郎さんが登場したと。うん。で、どういうわけか、このね、日本のマスコミなんかはね、うん、渋谷区が予告なく公園を閉鎖した。許せないっつってね、まあ山本太郎さんもそういうこと言ってましたけども、うん。おかしいんだよね。おかしいのはどっちだっつったら山本太郎さんたちでしょ。どう考えたってね。うん。っていうことを、ひろゆきさんも言っていたってことですね。税金で、ここからひろゆきさんのツイートですかね。税金で運営されている公共の場所を個人が占有するのは良くないよね。という当たり前のことが理解できない人が多くいるのが不思議だっつってんです。本当ですよね。不思議だっていうよりも、ね、多すぎて異常ですよね、すでに。うん。強制的に追い出すのは許せないという人は、その人の家に勝手に住み着いて荷物を置き始めても追い出さないんですかね。って言ってるんですよね。まあ最後の方はいつものひろゆきさんっぽい、ね、うん、切り上げ方でしたけども、ああもうどん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 とっ捕まえてぶち込んで、いいと思いますよね、うん、だって普通に妨害してるじゃん、ね、だって再開発の一部なわけでしょ、うん、でそれを邪魔してるわけじゃないですか。でしかも邪魔にならないように、じゃあこっちに乗いといてくださいねっていう場所まで、でわざわざ用意してるのに、ね、そこに居座り続けようとするのは何なのかっつったら、まあ、要は反日活動の一環なわけでし
ね、日本が、ね、この渋谷区が、ね、やろうとしていることが気に食わないだけなんじゃないですか。うん、え、そう思いますけども、ね、うん、公園ですからね、そもそも住処にしていい場所じゃないわけですから、うん、邪魔だからどいてくれって、ね、しかも毒、ね、どいたその移動先までわざわざ渋谷区用意して、うん、何が気に食わねえんだって話ですよね。うん、こんなさ公園生活者支援する団体なんて解散させちまえばいいのに、うん、てめえたちでどうにかしたいって言うんだったら山本さんたちについてきゃいいんだよ、うん、てめえたちそれかね、うん、山本さんたちでさ、ね、とどっかよその土地でも買って与えたらいいじゃん。そこまでやるって言うんだったらああそうですかって感じですけども、アホだよな。うん、まあ一応立場上この行政の場合だとね、締め出す側でもあるしね、そいつらをこの面倒を見ていかなきゃいけないサイドでもあるのがめんどくさいですよね。うん、だって本来ね、うん、ただ僕個人的にはね、そもそもそれが本来必要なのかって話なんですよね。うん、だって渋谷区はね、住居の提供までしてるじゃないですかね。それでもね、この居座ろうとして抗議する、こんなやつらの面倒まで見てやる必要がどこにあるんだよって思いますけどもね。うん、ね、事前に告知も説明もあったと。ね、うん。で、複数名施設に送り出していると。うん、予定通り。なのにバリケードを、ね、うん、突破して侵入して騒いで、ね、山本太郎さんが参戦してる。ね、おかしいのはどっちだって話でしょ。うん、だから行政、渋谷区はやるべきことをね、予定通りちゃんとやっていたのに、ね、なぜか山本さんたちが乗り込んできて、ね、それを妨害して、で、マスコミ使って、ね、うん、事前告知なしで、ね、突然ね、公園を、ね、封鎖して、ね、そこにいた人たちを追い出しているみたいな、渋谷区悪者にして、うん、何なんだよって。じゃあ全員山本さんが自分家に連れてけよって、それで OK だよ。うん、頭おかしいっすよね。やっぱりこの反日勢っていうか、このパヨったやつらはね。うん。あれはこの清掃のこのね、この道具に使おうとしているだけですよね。いかにもこうね、この弱者の味方、立場が弱い人たちの味方みたいな。そのためにこの立ってね、うん、こう戦うんだみたいな。なんかこう、偽、エセ、ね、このなんか、この正義の味方気取りの気持ち悪いやつらですよね、やっぱり。それでもこうね、僕のこの昨日のこのチャンネルのこの動画に対してね、このコメントでね、うん。それでもこのね、令和支持者ですがっていうね、うん、なんかよくわかんない腐った枕言葉置いてってね、置いてね、でもこれに関しては支持できなくてみたいな、だけどこれでもってね、この令和全体をね、否定するのはやめてくださいみたいな、うっせえわって話ですよね。うん、いや、そういうこと考えてこういう行動をする、そういうやつらのね、そういう集まりですよ、どう考えたってね。うん、気持ち悪いですね。うん、まあ、とっとと捕まえてぶち込んでもらいたいですね、こういう輩は。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。